エンハイプン、エルイースセラフィム、ハイファイユーヌ、コーンが CDTV ライブ、ライブ、年越しスペシャル、2023-2024で新年初のステージを披露した。大晦日の12月31日、日曜日、深夜23時45分から5時間15分にわたって放送された TBS、CDTV ライブ、ライブ、年越しスペシャル、 2023-2024には、エンハイプン、エルイースセラフィム、ハイファイ、UN ・ユーヌコーンが出演。12月30日に、第65回輝く、日本レコード大賞に出演し、特別国際音楽賞を受賞したエンハイプン。彼らはセクシーな首振りダンスが印象的な、スイート・ベナムを披露した。大晦日に、 紅白歌合戦に出場したエルイースセラフィムは CDTV ではパーフェクトナイトを歌った。個性的な衣装でステージに登場した彼女たちはしなやかでありながらもダイナミックなダンスで目を引いた。Hi-Fi UN コーンはドラマストリーム君には届かないの主題歌である U&I を披露。爽やかでありながらも訴えかけるような歌声が強い印象を残した。 新年から素晴らしいパフォーマンスを披露した3組の今年の活躍に期待が高まる。エンハイプン、エルイースセラフィム、ハイファイ i UN, ヌ、コーンが CDTV ライブ、ライブ。年越しスペシャル2023-2024で新年初のステージを披露した。大晦日の12月31日日曜日。 深夜23時45分から5時間15分にわたって放送された TBS CDTV ライブライブ年越しスペシャル2023-2024にはエンハイプンエルイースセラフィムハイファイ u n コーンが出演12月30日に第65回輝く日本レコード大賞に出演し特別国際音楽賞を受賞したエンハイプン 彼らはセクシーな首振りダンスが印象的なスイートベナムを披露した。大晦日に紅白歌合戦に出場したエルイースセラフィムは CDTV ではパーフェクトナイトを歌った。個性的な衣装でステージに登場した彼女たちはしなやかでありながらもダイナミックなダンスで目を引いた。Hi-Fi UN コーンはドラマストリーム君には届かないの主題歌である You and I, お披露。爽やかでありながらも訴えかけるような歌声が強い印象を残した。新年から素晴らしいパフォーマンスを披露した3組の今年の活躍に期待が高まる。